の特訓中、今めぐそうです。レモンドチーンレッドマンでーす。よろしくお願いします。なんで、はい、なんで横並びなの。はい、今回は、はい、バッコーンバッコーンといえばクエストパック、デズの最強戦略12ということで、はいはい、うん、今回開封動画をやろうと思ったんですが、思ったが、それよりもね、伝えたい情報がある。おこのパック、うん、伝説の最強戦略12、はい、12種類パックあります。12個あるね。それを手に入れるだけで各戦略が強化されますと、うん、言ってましたよね、うん、なので、うん、どんな戦略強化されちゃうのっていうのを、この達人ミスから12個全部返しようかな。これはどうなるよ。チャレンジです。あー、素晴らしい。はい、ストーリーシャベルいきましたよどうぞいきます。まず、はい、デデン二度丸のマジカル大変身パック、じゃーん。ね、やっぱこの謎丸最強中謎丸ね。これもうむちゃくちゃ強いんだよ。強いよね。マナでマナゾーンとガンガン入れ替われる、ミノマジカル。そう、ミノマジカルね、はいはいはい、売りです、売りです。で、やっぱこの一緒に入ってる松ぼっくん、これ出すのが一番強い。うん、4マナでしかもミノマル、謎丸守れるっていう、おお、すごいね、いい組み合わせなんですけど。なるほど。足すならこいつ、はい、バコン、お、作っちゃう、作っちゃう。アニメでも出てましたよね。はいはいはい、はい、ツインパクシー第2弾の1マナの、はい、マッハバイタ、うん、これ結構ね、一丸マッハバイタか、結構強い、すげえな、やったら全然いやしかもこれも選ばれなくできるから、松ぽっくんで。あー、そっか。これでこう、自然の速攻デッキを作るのがこの謎丸の一番いい使い方です。自然に速攻ってあったんだ。そうなんです。自然でこうバンバングル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 クイッチャー出してって、へえ、描いてくのが一番いい。あ、でもルツパーフェパンツァーなんかもいいですね。あー、なるほどね、ルツパーフェパンツァー、はい、これはまず謎丸大変身パック、はい、謎丸大変身パック。次、続いてカブトキの巨大切り札進撃パック。そうなんだ。このカブトリアルクーガー。カブトリアルクーガー。カブトリアルクーガー。いいね。すごい、いい名前。こいつマッハファイターでバトル勝つと、はい、マナ家族と回収。おお。でも注目したいのはこのミステリーディザスター。あ、ツインパクトの方。そう。呪文の方。あのね、電動カードミステリーキューブとほぼ同じこと持ってる。トリガーがないだけなの。電動カード？そう。実際これで大型グリザーいきなり5枚出る可能性。超強い。強っ。やっぱりこの同じパックにもね、このね、チェインレックスとか、チェインレックス超強い、これが出るだけでガン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 クイチャーが出るっていうね、超やばい。レンクリしちゃうの。レンクリレンクリしちゃいますよ。レンクリ。あとはマナを増やせるね、はい、トリガー。あー、トリガーが、ね、やっぱりこれで出したいのはね、こいつっすよ。どれ？こいつベベンキングダム。いやー、そういえばそうなるよね。そうそうなる。このカブトリアルクーガーとかミステリーディザスターからこいつ出す。なるほど、なるほど。最強の戦略、このマッハファイター、マナカソグデッキにはこのパックマジでぴったり。なるほど。さあ、続きまして、じゃーん、よいよ、優勝ジョナゴンの熱き弾丸パック、ババーン、ドカーン、入ってるザンジェットウィングセブンと、イエイ、ポクチンチン。ポクチンチン、これはね、ジョーカーズの協力が切り札なんですけど、はい、うん、やっぱね、もうね、これはもうね、これジョラゴンね。ジョラゴンと組み合わせして、はいはい、パックでございます。そうですよね。サンゲットはね、うん、手札を捨てたら、その捨てたカードと同じコストのやつを山札に飛ばせるっていう効果を持ってます。ちょっとスロットンっぽい感じ。そうそうそう、あの除去向きスロット。へえ。ポイントは捨てなきゃいけないんですよ。うんうん、これはジョラゴンで。おお、待って、ビッグワンってこと？そう。まあ、さらにビッグワンが連鎖していくのに使えるっていう。連ビク？連ビクできるんだ。相手のカードを消しながら連ビクできちゃう。すごっ。すごいっしょ。へえ。ボクシンチャー高さ協力なんですけど、うん、墓地を消せる。墓地を消せる。出た時に相手のボードを消せるんです。へえ。そう。で、これジョラゴンで投げてもちなみにちゃんとビッグワンできる。すごーい。まあ、ジョラゴン、まあでも時間稼いでもいいし、ジョラゴンで墓地を消してもいい。そら強いわ。なかなか強いよ。これはやっぱり手に入れておくべきと。べきです。なるほど。素晴らしい。これが三つ目の戦略。三、はい、つ目。まだ四番、まま。長いねこれね。いくよ。超速攻。超ドンドドレンダパック。バーン。ドンドドドン。ドンドドドラムスコ。ドンドドラムスコ。このカードめちゃめちゃ強い。めちゃめちゃ強い。JOE。火のジョーカーズに JOE2 を与える。つまり火のジョーカーズ全部2個使うから。待って、 JOE2 のやつは JOE4 になる。4になる。すごくない？すごいよマジで。めっちゃ強いじゃん。爆速エネルギー。やったれマン、ドンドドラムスケったら爆速出る。いやー、爆速。ね。すげえ。しかもね、この使いやすい馬鹿っていう新しいシュートリガー。馬鹿。ちょっとなんかあれっぽい感じなんですけど。あれっぽい感じ。馬鹿。これ使いやすいんです実は。組み合わせるのはこいつ。メラビーズ。そうだよね。そう、メラビーズに超強いです、こいつ、うん、マスターダブルメラビーだったけど、うん、召喚しないとダメだったね、うん、7マナで。ああ、そうだね。そう、7枚召喚したら使える、うん、コルクノルク。なるほどね。メラビーズ上位。しかもこれすごいトリガーだけど上位持ってるんで、おメラビーズからも出るっていうね。すげえ。この相性もすごくいいんです。すごいな。ぜひこのね、ドンドドラムスコ、ウマシカ、メラビーとはやってほしい。まあ、フィーのジョーカーと関係ないから。へぇ、すごい。これマジで熱いです、メラビーと。すごいな、すごい。一番そうやって戦略が広がってくんだな。広がってくるんですよ。ズエマってすごい。さあ、続きましょう。
墓地がすごいうざうざ復活パック、墓地がすごいうざうざ復活パック、復活パック、うざうざいね、うざうざ名前がうざい、ボイズです、ドドン、ダシュラコブラ、ダシュラコブラ、はい、こいつ、うん、自分のこいつが墓地にある時に、うん、墓地のクリーチャー3枚を山札に戻す、はい、そして自分の墓地1体破壊する、うん、と蘇る、ダシュラコブラすげえな、ただ8って書いてる、嘘なのこれ、嘘や嘘、それは嘘、まだ嘘、しかも嘘ってね、これ嘘じゃなくそうがあるんですよ、何何何、なんとこのバッグ、このね、デデスシテロンっていう、うん、お互いってことを全部捨てさせて超強力なやつと、ショッキングダンダーとか書いてます、あ、ショッキングダンダーね、はい、これ、はいはいはい、自分のクリーチャー破壊して、うん、墓地からそれコスト1大きい闇のクリーチャー出す、はい、いや、ちょっと大きくて変換する、おお、なるほど、あれ8が破壊して9ってことなんすよ、なるほどね、だから自分の小型クリーチャー破壊してダシュラコブラ出しました、はい、じゃあそれを破壊してデスシテロン出します、すげー、それだ、これはパック揃ってる、すごい、でこれの大型クリーチャーが2枚も入ってる、惜しいのはこいつ、おこれはツイパクシリーズ第2弾の超強力スーパーレア、はい、ルーソキオブザ、オブザ、これと組み合わせるとこれ墓地肥やしと墓地で増えれば増やすんだ、軽くなくいちゃう、おーそっかそっかそっか、これで墓地肥やすとこのパーツ一気に揃うから、じゃあ手札ごまやしたら豪華くなると、そうそう、手札ごまやすね、めちゃめちゃ相性いいです、墓地肥やしといえばこいつ、これをオブザ覚えてください、なるほどなるほど、それがいい、いい組み合わせ、そう、これを足すと強化する、おー墓地戦略はね、今墓地戦略要注目ですよ、さあ行こう、次が、ゼロ漆黒の無月開門パック、はい、やっぱね、ダダン無月といえば、無月もおなじみですよ、無月もみんな使った、みんな無月使ったよね、みんな無月好きだよね、無月する、で今回こう注目なのはこれね、うん、ででんダーマジグズカルビっていう、ジグズカルビ、ジグズカルビ、はい、ダブルブレイカーだけなんですけど能力、うん、実は無月って覚えてる、無月覚えてる、あの無月を開くと勝手に元勝手に出てくるやつと、なんと魔道具、お無月であり魔道具、無月であり魔道具、すごいね、だから墓地に魔道具足りないときはもちろんちゃんと魔法陣、デスタークとダスギー魔法陣作りますよ、はい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 、もう魔道具たくさんあるなと思ったら、うん、無月で出せばいい、なるほど、ダブルブレイカーがただで出てくる、すごいすごい、ね、優秀な一枚です、そっかダブルブレイカーなのか、ポンポンデスタークこいつこいつとかでバス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 って攻撃できる、攻撃的な無月的を組めるんです、すごい、はい、やっぱり組み合わせ欲しいのはこいつですね、ガリザー、バーン無月がもね、こいつの強さも説明するまでもない、ね、いやこれ無月の悶絶が、ね、無月の悶絶ももちろん無月のもんなのでジグズカルビ出ます、一緒にすごいな、だからターン白地にポンってガリザーが出たらアポンって、アポンって、アポンって、アポンアポンアポンって、ワンサポンって出てくるね、ワンサポンって感じです、本当にすごいな、これは本当に無月力で結構こんな強くしちゃっていいのって、いや本当だよね、いいのって思うぐらい、また無月が強くなっちゃう、そうなんですよ、はい、でも強くなっちゃいました、強くしてくださいぜひ、はいはい、さあ半分来たよ、お、まだ半分長いよ、まだまだ使ってね、この動画が面白かった人はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。